1941年12月10日にマレー半島沖で、日本海軍の航空部隊、そしてイギリス海軍の東洋艦隊との間で行われたマレー沖海戦。この戦闘で、日本はイギリスが誇る当時の最新鋭戦艦、プリンス・オブ・ウェールズ、そしてメグヒロシ戦艦のレパルスを撃沈しました。海戦において、航空機のみで作戦行動中の戦艦を撃沈した初めての事例であり、この戦闘によって、海戦の主役が戦艦から航空機に移行するきっかけとなった。つまり、その後の世界の海戦のあり方を変えた重要な一戦と捉えられているようです。戦後チャーチルは、著書の第二次大戦回顧録の中で、戦争の全期間を通じて、私はそれ以上の衝撃を受けたことがなかったと記しているほど、イギリスに衝撃を与えたこの海戦。外国人からは、様々な反応が寄せられていました。